皆さんお元気でしたか？久しぶりの動画投稿になってしまいました。今日の動画は2月のお気に入りコスメを紹介しながら最近の私のメイクのやり方を紹介します。それでは動画スタート。カメラの前に立つのは年末に撮影して以来で2ヶ月ぶりです。めちゃめちゃ恐ろしい。ちゃんと喋れるかな。はい、最近の近況だったりお話ししながらメイクできたらいいなと思っていますので、最後までお付き合いお願いします。今ジェルネイルやってなくて爪もボロボロでお恥ずかしいんですがご了承ください。ベースメイクはお気に入り変わらず、ミムラのスムーススキンカバーとエスプリークのアクアリースキンウェアを使っていきます。毛穴が気になるところにスムーススキンカバーをのせていきます。最近通常の投稿ができていなかったんですが、何をやっていたかと言いますと特に何もやっていなかったです。年始にねお正月休みをいただいて仕事と YouTube の活動を再開しようと思っていたんですが、なんとなんとちょっとね子供がコロナに感染してしまい、それをねいただきまして、私もコロナに感染してしまい2週間療養をとっていました。でそれでね1月は全部潰れてしまったんですけど、で2月は後遺症なのかわかんないんですが咳と痰が絡む、それもあってカメラの前にね立つことができなかったです。ショート動画は咳と咳の間に話したりしてつなげてなんとか動画にできたんですが、やっぱ10分前後の投稿は難しかったのでお休みをいただいていました。体力も落ちてしまって体調が優れないという別件も相まってなかなか撮影することができなかったです。ご心配いただいた方本当にありがとうございます。コロナが一番流行ってた時にかからなかったから、まさか自分がかかると思っていなかったんですよ。かなり油断していましたね。食欲も出なくって何を食べたらいいのか分かんない状態で、一時期ね5キロぐらい痩せました。やっぱ食べるって生きることだから本当大事ですね。なんか食の楽しみがなくなってしまって生きる気力ちょっと大げさか、気分が本当優れなくって、健康って本当に大事だなっていう学びになりました。感染した私がね言うのも説得力ないんですが、引き続き手洗いとこまめな手指消毒続けていきましょう。コンシーラーはビセリシェレッドトリックアイコンシーラー。マスクを外す機会が増え、フルメイクの需要も高まると思うので、リップ動画もね含めて動画にしていきたいと思います。先日ありがたいことにチャンネル登録者様が20万人いきました。本当にありがとうございます。あんまりね活動できていないんですが、こうチャンネル登録をいただいて、少ない投稿ではありますが必ず見てくださる方もいらっしゃったり、もう本当に嬉しい限りです。今年は30万人いけるように動画のクオリティを上げて良い情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。1月はねほとんどメイクをしていなかった分、ちょっと2月はねメイクを楽しんでいます。春メイクを意識してピンク系のメイクをしています。ハイライトはセザンヌのフェイスグローカラーの1番アプリコットグローを使用しました。でフェイスパウダーはこちらキャーメイクのマシュマロフィニッシュパウダーの MI です。こちらは限定デザインでちょっとジルっぽい感じのデザインになっています。毛穴がねめっちゃ綺麗にふんわりとフォーカスしてくれる。重ねすぎると粉っぽくなるので加減が難しいんですが、はい、めちゃめちゃ使っています。毛穴がちょっとね気になるところに重ねて、あとはね薄くちょっと伸ばす感じで使っています。アイシャドウのお気に入りはこちらです。フォレンコスの FBS パレット3番のミディアムです。マット質感だけどソフト発色で肌に馴染むためムラになりにくく使いやすいカラーが4色入ったパレットです。まずはこちらのベージュをアイホール全体に入れて陰影を作っていきます。こちらはね先日 C チャンネル主催のイベントに参加していただきました。でその先日のイベントでねいろいろなブランドに触れることができてねすっごく楽しかったです。体調もずっと優れていなかったので出かけたのがほんと久々で、それも相まってねテンション上がってしまいましたね。あとは肌診断もやってきたんですよ。メイクをした上での判断だったので、まあ正確ではないんですが、メイクをしたら肌が23歳に見えるっていう結果がすっごく嬉しかったです。
ですが、ぬか喜びできないのがシワの結果、見てください。気になっていた目の下の評価はちょっと悪い。愛系を重点的に頑張ろうと再認識しました。続いてこちらのピンクベースを目尻とあと二重幅を目安に入れていきます。すごく肌なじみがよくってナチュラルなんだけどピンクを感じる、めちゃくちゃ可愛いカラーです。こちらは2月発売の涙袋専用パレット、キャンメイクのプランプクコーデアイスを使用します。マットパールラメで3パターンの涙袋メイクができるんですが、私は全部使って涙袋メイクをしていきます。まずはマット質感で涙袋全体にハイライトカラーを入れます。ほんとね、マット質感だとすごく自然です。さらに立体感をつけるためにパールを黒目の下に入れます。そうすると自然にねぷっくりとして見えます。そしたらチップの先端でラメを取って目の際に置くようにちょんちょんちょんとのせます。黒目の下だけ。そしたらね、仕上げに影を入れていきます。半笑いして影になるところにスッスッスと、そして指で影をなじませます。仕上げはこちらキャンメイクのシティライトアイズの3番、ちょっとねサンプルをお先にいただきました。きらびやかなラメでピンクのニュアンスもプラスできます。さっき使用したアイシャドウがマット質感なので異なる質感を組み合わせることでおしゃれに見えます。アイラインはキャンメイクのエフォートレスライナーの2番です。こちらを目尻側に入れていきます。目尻の羽は自然に流し、まつげとまつげの間を目尻3分の1を埋めます。目尻3分の1から黒目の内側まではドットラインにしてラインを自然にフェードアウトさせます。こんな感じで抜け感を出しつつ自然に引いてます。ちょっと私事なんですが、体調や都合もありまして、この1年講師業をお休みさせていただくことになりました。皆様にお会いできる機会がなくなってしまうんですが、来年に向けていろいろ整えていきたいと思います。ではマスカラはマジョリカマジョルカのラッシュエキスパンダーロングロングロング EX のレッドの505番を使用します。まつげパーマをしているのでビューラーは省きます。アイブロウパーマをやったんですけど、ちょっとね脱色されたようにね色が抜けてしまいました。間違ってブリーチ剤やっちゃったのかなと思ってびっくりしちゃったんですが、今回終わったら控えようかなと思っています。アイブロウコスメは同じ事務所の水越美里さんからいただきました。ラブライナーのシグネチャーフィットパウダーのルビーショコラ、赤みを感じるブラウンで柔らかさと垢抜けを両立できるカラーです。今の気分にぴったりで、それに合わせてラブライナーシグネチャーフィットマスカラのウォームバーガンディ、ちょっと赤みを感じるブラウンで発売前にいただいて使用しているんですが、最近めっちゃお気に入りです。こちらでアイブロウメイクしていきます。アイブロウといえば私のブランドです。私のブランドどうなったっていう話なんですが、準備が思うように進まずですね。3月発売で動いています。コスメブランド出します出します詐欺になっていますが、もう出来上がっているんです。ちゃんと発売されるので少々お待ちください。ところで皆さん、眉毛左右対称に描くの難しくないですか？眉毛を左右対称に描くのが一番の難題だと思うんですが、皆さんこういうアイテムあるの知ってます？そう、眉毛定規。ここにねメモリーがついているので、長さだったりあとね眉山の高さとかも正確にね左右対称に揃えることができます。これめっちゃ良くないですか？アイブロウペンシルと一緒に大まけでね、こちらを届けようと思っています。そう、ちょっと体調を崩していたからこそ考える時間がたくさんありまして、左右対称に近づけるのにはどうしたらいいのかっていうのをずっと考えてまして、眉毛定規と出会っておまけでつけるという発想が生まれたので、ピンチをねチャンスに変えることができました。ちょっと話はメイクに戻りまして、眉マスカラがちょっとカーブになっていてすごく塗りやすいです。こんな感じでフェミニンなカラーでねすごく可愛いです。私ちゃんと話せてるかな？はい、
チークはピンクベージュを使っていきます。こちらを頬骨に沿って入れていくんですが、これを重ねた上にですね、秘密兵器を上からレイヤードしていきます。はい、もうすでにバズっているんですが、セザンヌのパールグローニュアンサーの2番のライラックムード、こちらはパープルでチーク、アイシャドウ、ハイライトにも使えます。こちらを頬骨の上にふんわりと入れます。急に透明感が出ましたよね。ツヤもめちゃくちゃいい感じです。ちょっとパールが強いので毛穴の部分に重ねてしまうとめっちゃ目立つので、結構高めの位置に入れています。最後リップはクラランスのカメリアコレクション、コンフォートリップオイルのインテンス10番、はい、ブラウンレッドでね、エレガントな口元に仕上げてくれます。唇がガッサガサなんですが、トリートメント効果の高いオイルが入っているので唇のケアも同時に行います。ちょっとね、飲食すると落ちやすいんですが、飲食をしなければこの発色とツヤが長時間続きます。はい、メイクが完成しました。ラベンダーカラーのハイライトカラーで春らしさを感じるツヤと透明感のある肌に合わせて、アイメイクは抜け感を意識しナチュラルに仕上げました。ピンクのアイメイクで甘くなりすぎないよう、リップカラーは濃いめのレッドブラウンで大人っぽく仕上げるのが私のメイクのポイントです。宿毛矯正を十何年かぶりにかけたのでね、髪の毛のまとまりがめっちゃいいです。なんで今まで宿毛矯正やらなかったんだろうっていうね、本当十何年間無駄にしてきたかもしれないです。宿毛矯正したのでストレートの日も多いんですが、巻くときはこんな感じで S 字に巻いています。以上、最後までお付き合いありがとうございました。ちょっと3月からは通常配信頑張っていきますので、お楽しみにお待ちください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。